しましたら、このような画面が出てくると思います。こちらが通常のパワーポイントの起動画面になります。はい。で、見えます通りタイトルを入力とサブタイトルを入力とありますので、こちらのスライドがパワーポイントの、タイトルのスライドになります。はい。では実際に文字を入力していきます。で、どうしたらいいのかと言いますと、基本的にはこちらの入力したい部分にマウスを持っていきまして、クリックをするとこのような状態になります。そのままこのように、はい、文字を入力すると、文字が入力されます。そのままですね。はい。で、同じように下も、1、2、3と書かれている部分をクリック
しますと、こういった形でそれぞれ変更することができますので、これを入力して書いていくと、はい、このようにスタイルを変更することができます。はい、以上で文字の入力とスライドについてご説明しました。どうもありがとうございました。